はい、アカシックサーチシンです。ポップコーンチャンネルさんからリクエストでございます。非常に面白いなと思ったリクエストでしたね。これぞアカシックレコードじゃなきゃ見ようがないよねっていうような、リクエストでございました。はい、人類史上最も優れた頭脳高 IQ クエスチョンを持つ人はいつの時代のどこのどんな人だったのか知りたいです。私も知りたいです。まだこれ見てません。はい、今から見ます。歴史上の有名人か、ダ・ヴィンチ、アインシュタイン、それとも全くの一般人、ジャンルは科学者か数学者か、時代は古代、中世、近代、現代かなど。はい、出てないと思います。はい。ですね、まず、人類史上最も IQ、数値ですよね。アインシュタインって160ぐらいでしたっけ？そんなにべらぼうに高いわけじゃなかったですよね。確か、アインシュタイン。はい。今最高いくらなんでしょうね。200近い人がいたはずなんですけど、ちょっと単純に数値を出しますね。IQ で出します。IQ、測ってない人も IQ が算出可能かをちょっとまずここに確かめます。はい、OK ですね。はい、IQ が出るみたいです。200はありますね。どうしましょう。次250で言いましょうか。250いった人がいる。あ、出ますね。300いった人。あ、意外と早めに終了かな。300はいない。300はいない。250はいますね。ちょっとググってみましたけども、250いますね。歴史上の人物で。ちょっとこれをもう、300はいないと出ましたんで、この間を詰めてみますね。280でいます。過去人類史上280は存在して、ああ、いるかな。290は存在した。これも若干触れる。もう一回300いきます。300。あ、ここないな。290。あ、290から300の間。ほぼ300ですけど、ちょっと300弱がいる。どんな頭でしょうか？私の倍以上でございますが、当然。ですね。いつの時代？この時代見ましょうか。まず性別見ますね。男性が290代持っていた。女性で290代はいない。男性です。はい。どの時代、今から1000年以内の間に存在している。いない。2000年以内。2000年以内に登場している。あ、これはヒットするな。紀元前。とりあえず紀元前ではないですね。紀元後です。紀元後。はい。というのが時代ですね。どこか、大陸別で見るか。まずユーラシア大陸に存在したアフリカ、オーストラリア、北アメリカ。まずオーストラリアじゃなくて、ユーラシアですね。ユーラシアのどこだ？ユーラシアのヨーロッパに存在した。290はヨーロッパに存在した。してない。インドに存中国。インドっぽいなぁ。インド、今の現在のインドですね。まあ、昔はね、2000、まあ、この2000年前あたりは、あの辺国がいろいろありますよね。
マガダ王国とかもないか。あれは釈迦の時代だからないか。まあ、あの、小国とか、いろいろあったと思いますが、今のインドに、うん、そうですね。インドですね。インドです。多分インドですね。1000年以上、2000年前の1000年間の間に、インドで、どんな人、性格ですか？まあ、そんなわけないですよね。どんな人？この時代のインドの状況は私あんまりよくわからない。どんな人？大体、まあ、頭がいいといえば軍師といったイメージがあるんですが、軍師的なことをしていた人ではない。学者。ああ、学者。学者っぽいですね。まあ、頭がいいから学者になったんだと思いますが、どんなものを発明したんでしょうね。何系の学者か。ですね。数学系。天文学、物理。ああ、まあ、ちょっと若干物理っぽいけど、この時代のインドですよね。ちょっとこれ、またゆっくりじっくり出さないとなかなか出しきれないような感じ。ああ、書いてありますね。ジャンルは科学者か数学者か。数学者っぽいんですが、ちょっとこっちで振るんですよね。まあ時代はまあ古代になりますよね。このどこの時代の、いつの時代ですか、この辺り。1000年以上から2000年前ですから、まあ古代ですね。中世ではないですね。科学者ね。科学者かな。科学者、あ、でも一応科学者であるとヒットはしますが、インドがどんな状態だ、この時代。ちょっとわからない。ちょっとわからないですね。まあ、こんな感じですね。はい、300近い290という数値、290以上を出した IQ を、まあ、最も優れた頭脳というのが IQ で見るべきかというのは若干の疑問があるんですよ、私としては。ね、ちょっと疑問があるんですけど、まあ、IQ におけるトップが、まあ、300近い290を持つ人が、1000年から2000年前。これもうちょっと狭めた方がいいでしょうか。ちょっと狭めますね。1000年から1500年前でと思いますね。1500から2000年前。2000年前にはいた。こっちですね。1000年から1500年前。もう一段狭めといた方がいいかな。じゃあ、1000からこの中間を取って1250年前。この間にいたか。この間にいた、こっちじゃなくて1250から1500でしなくちゃいけないか。1250年前から1500年前にいた。こっちっぽいですね。1250年前から1500年前の間に、IQ290 を超える、人類史上最も IQ の高い。このまた人類っていうのをホモサピエンス
人類とした場合、ホモサピエンスと定義していいんでしょうか。文章上どうなりますでしょうか。どうだろう。頭脳、脳みその容量自体は、ホモサピエンスじゃなくて、ネアンデルタール人の方が容量が多いんですよね。ネアンデルタール人の IQ って出せるのかな？どうだろう。ちょっとネアンデルタール人の IQ の平均値でやってみましょうか。ネアンデルタール人は、100以上の IQ があったか。出ない。あ、意外と低いか。80以上の IQ があったか。そもそも IQ が測れるかなんですよね、あの時代の人の脳みその。ネアンデルタール人が今の時代を生きた場合に IQ が測れるのか、当時の生活様式の中ででも IQ が測れるのか、ちょっとその辺がわかりませんが、ネアンデルタール人は80以上の、平均値80以上の IQ。あ、これは出るな。超えてますね。100。あ、ここはないんだ。この間か。平均値がここっていうことは、ホモサピエンスよりも低いと見ていいのか。ってことは人類史上というのを、まあ、とりあえず、便宜上と言いますか、ホモサピエンスにおけるとして問題はないということでいいんでしょうか。ちょっとよくわかりませんけれども。まあ、そんな感じの答えが出ました。インド人。インド人はですね、我々は、クーク81までですよね。確かインド人って 99×99 を暗算で出すんですね、ここまでを。確かそのはずなんですよ。99×99 までを我々がクークのように81まで出すのに、ここを出してくるはずなんで、数学能力は高いんですが、ただこんな時代にそれがあったかどうかっていうのはまたちょっと話が変わってくるところだろうと思いますが、はい。まあ、以上でございます。そんな感じの答えが出ました。非常に面白い。アカシックレコードじゃないと出しようがない。まあ、タロットでも出せる。いや、タロットじゃ多分、厳しいかな。そんなに古くまでは出せないはずなので、まあ、まさにアカシックレコードならばという感じの鑑定でございます。はい、以上でございました。それではまた次の動画で。